史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。出てこられたら、ガンキャノもタンカも一コロだ。こちらブライブライト、早く戻れ。ジオンの制撃隊から攻撃を受けている。前は通信と同じして、今の娘たちに祈祷します。艦長、アムの総長を特定しますね。ブラウの報告通り。分かった、船の上空に回れ。フラウドなんてよこしやがって、大体自分で来るやんだよ。余裕がないんですよ、アムロ総長。そんなこと分かってる総長。本来なら取り付いた兵士を対面飛行で振り落として
上空へ出入りしてるはずなんだけど。排便機能はかなり到達するわけ。ミナリさん無茶するな。この少年は
り。お前は敵を攻撃か。僕らを助けたのはホワイトベースのポイントを知るためだったのか。まさか時代が変わったようだな。親みたいなのがパイロットとは。どちらどうだ。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。待てよ、石見よ。待て。ラルサインの脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはこのシミュレーションデータを再登録すれば、ブレイブレイシグ修正は完了。よかった。アムロ総長、お疲れ様でした。これで僕は総長、僕はあの人に返したい。ミッション終了だ。お疲れ様。検索該当あり。フルミッション検索該当あり。さっき回収したっていう新しいフラグメントキーがあるから。イエス姉さん。玉砕戦の後失われたとされる技術、バラ屋敷システムのデータを得れ。ポセオディザスターの歴史、ガンダムバルバトス関連ね。その通り。ヘドモントンのブレイル現象を修正する重要なプログラムコードだよ。ただちょっとデータにエラーがあるみたい。大丈夫かなこれ。あら先輩、ちょっと来て。なんだサクラ、なんだサクラ。バラ屋敷でデータをインプットするよ。データリンク、パスコードは君の旗をあげろ。他にもおかしなコードは直しといたけど。さくら、勝手なことはしないでよね。やっぱり闇のプログラマーじゃないね。だからこそ彼女が管理システムで選ばれた。さくら、聞いてるの。次やったらお仕置き用のコンピューターウイルスを投与するからね。怖い。クルーミッション発生。クルーミッション発生。一時はどうなることかと思ったけど、これでエドモントンの街に行けそうね。この G ユニバースに関わる各種データのコード解析、時間を見つけてちゃんとやっておいた方が良さそうね。
ついてこいおめえら、おどおどしてんじゃねえぞ。楽しませてくれよな。状況が少し違うかな。若内さんをエドモントンの本会議場に連れて行くのは同じなんだけど、それを阻止しようとするキャレルフルの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために隊員たちが奇襲をかけるのが事実なんだよ。私たちは前回と同じく敵家団として三日月君のアンダルマルバタスと秋広君のガンダム女子オンリベイクと一緒に出撃するからね。急に秋広くんって出てきたけど、あれあれ？鉄火団団員の秋広アルトランドくん、筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ、エルネさん。プログラマーにそんな対人能力を要求しないでよ。メビウスーツだと俺が何が起きたの。少将隊長、